熱血コンサル基礎産業。皆さんこんにちは、基礎産業山本正史です。今日は海外ビジネスの難しさと社用産業といわれるアパレル業界の今後についてを考察ということで、株式会社レナウンについてお話ししていきたいと思います。5月15日のニュースなんですけども、レナウンが民事再生法を申請しましたですね。コロナ倒産で初めての東証一部上場企業の倒産ということになるんですが、実際これに対しては今までの伏線というものがあったというふうに思われるんですね。今回は中国を相手にビジネスをすることの難しさと同時にですね、社用産業と言われるアパレル業界の今後についてを皆さんと一緒に勉強していくとともにですね、やはりこういう市場が縮小していく中にもやっぱりいろんなチャンスがあると、それをみんなで生かしていきましょうということについて一緒に勉強していきたいと思っております。主に4つのことについて勉強していきたいと思います。まず1点目なんですけども、中国が置かれている今の状況と日本企業に対する中国企業の認識ということについてお話ししていきます。2つ目なんですけども、決算解説ですね。実際どうして民事再生法を申請したかということと、倒産が予測できたかということですね。レナウンは従来2月決算なんですね。なんですけども、今回は12月決算というところで変則決算を取ってるんですね。ここも踏まえながら、なんでその民事再生法を提出したのかみたいなところを過去のちょっと経験からですね、お話ししていきたいというふうに思っております。それと3点目なんですけども、内需拡大の重要性と今後日本の政府の予算というのはこういうふうな枠組みになってくるというトレンドについて私なりに考えてみたので、そこをお話しします。4点目なんですが、以上を踏まえた対策とトレンドということでですね、社用産業と言われるアパレル業界の今後ですね、ここについて勉強していくとともに、どんな手を打っていくのがいいのかというところについてお話ししていきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。1点目のお話なんですが、現在中国が置かれている状況と日本企業に対する中国企業の認識についてというお話をさせてもらうんですが、中国の経済の基本というかいうものがあるんですね。私は主に3つあるというふうに思ってるんですが、人口が多いということですね。コップ1個売るにしても、もうその12億個とか売れたりするっていう、もうそれだけ要は商売のチャンスがあるっていうことがまず1つ目としてあるんですが、2つ目のお話として、世界中の企業を相手に知るということになるんですね。何もその商売を知るのは日本だけではないんですね。3点目のお話として、計画経済であるっていう特色があるんですね。実際私が昔その中国の企業誘致の仕事っていうのを手伝ったことがあるんですけども、日本の企業が中国の企業に誘致されて、まあ、進出するというような話があった時に、実際どういうことが起きるのかということになるんですが、例えばその展示会に、まあ、その日本の企業にこう出展してくださいというようなことがあった時に、政府がその周りのその国営企業にですね、例えば1億円とかお金を渡していくんですよ。この1億円で会社の要は商品買いなさいみたいなことがあるわけですね。買ってもらう時にいきなりダイレクトに日本の会社が儲けるっていうことがあるわけじゃなくて、合弁の会社ができるんですね。中国人を社長とするとか、例えばまあ出資比率が中国の方が多いような合弁会社を一つ作って、そこで一旦その中国の会社が儲かって日本の会社をその後儲けさせるっていうような流れになってくるんですね。従来その外貨をどんどん稼げていった背景があるんだったらいいんですけども、今回のコロナの影響を受けてですね、中国企業もかなりその景気の悪化の煽りを受けてるっていうことがあるんですね。その上人件費の高騰とかもあってですね、安く物を作るっていうことができなくなってきてて、競争力が弱くなってきてるんですね。ということは中国経済は内需の方向に向かっていくっていうことが考えられるので、スケールメリットが日本の会社っていうのはその中国の会社から見ると小さいんですね。経済が大きいから一人頭が上げれる利益っていうのはすごく、まあ中国の方がパフォーマンスが出るっていうふうに
なところがあるので、実際にこう日本の企業というのは一番最初にもう切り捨てていくというか、何も日本と商売しなくていいんですよ。アラブとかそういったところにやっぱり大きな取引先というのがあるので、やはりその生き残っていくためにどんどんこう切り捨てていくっていうような傾向があるんですね。今回はレナウンの決算を見てると、そこの部分が結構見え隠れするっていうことが伺えるんですね。それが決算にどう反映しているのかということになるんですが、決算解説ですね。レナウンって言ったら、私小さい頃からちょっといろんなことで思い出すことがあるんですけども、日曜洋画劇場のスポンサーとかですね、他の動画とか見てるとマツダスピードのスポンサーとかですね、そういったところに入ってるっていうのがあるんですが、私はまあ小林亜星さんの歌とかですね、そういうのを結構レナウンってあのインパクトがある会社だなというふうに思ってたんですけども、最近はずっと業況が低迷してたんですね。今回は2月決算から12月決算ということで、決算期を変更しておりますので、10ヶ月の変則決算をベースにお話ししていきます。企業が倒産するかどうかというところの見方なんですけども、銀行員が見るときには2つの目線から見るということになるんですね。1点目として、実質長期債務なんですが、固定資産から純資産を引いたものですね。これが実質長期債務ということになるんですが、銀行が指定する年数で返済できるかどうかというところがあるんですね。2つ目として、その資金収支ですね、現金のその収支が、持つのかどうかというところですね。この2つの目線から見ていくんですが、この会社に関して言えばどちらも当てはまらないということになってくるんですね。表向き今回は固定資産が86億円あるというところに対して、純資産が153億円あるということになるから、表向きで見ると実質長期債務はないということになるんですけども、実は売掛金の134億円のうちですね、大部分が中国企業に対する売掛金ということになりますので、実際これが134億円の売掛金の大半が実を言うとその不良資産というふうなことが考えられるんですね。普通物を輸出するときに離れたところとやり取りするわけじゃないですか。だからよくあるのが現金が先だ、その商品が先だみたいな話で結構せめぎ合うので、必ず商慣習上の話として現金を先に受けて物を発送するっていうような流れになってくるんですけども、実を言うとこの会社というのはものすごく売掛金が増え続けてきてるんですね。これが理論値としてどのぐらいが不良化してるっていうところになるのかということになるんですが、単純にもう月商分ですね、1ヶ月も本当は建て替え期間なんてあっちゃいけないんですよ、輸出する場合ですね。その時にこの会社の月商がいくらあるかということになるんですが、500億円ぐらいの年商なので、10ヶ月で割ると1ヶ月が50億円ということになるんですね。先ほどの売掛金の134億円から50億円の月商というところを引くと、84億円がこの会社の不良化した売掛金なのかなということになってくるんですね。この会社商品が75億円もあるんですね。ここの部分に関しても50億円が月商と考えると25億円が不良化してるということになりますので、84億円足す25億円ということで109億円が実を言うともう不良資産があるっていうことになるんですね。と考えると、先ほどの固定資産の86億円足す109億円引く資本金の153億円を引くことによって、42億円がこの会社の実質長期債務ということになってきます。返せるのかどうかというところになるんですが、今の考え方だと全くずっとこう赤字続きということになってきますので、無限大ということになってくるんですね。こちらの会社は単年度で黒字が出るっていう見通しが今の現状立たないということになってくるので、破綻懸念先ということになってくるんですね。実を言うとこっちの方はあんまり影響がないというふうに思ってるんですね。むしろこっちの方がやばいと実は思ったんですね。足元の資金繰りなんですよ。もふもふ不動産でもこの決算の解説をやってたんですけども、53億円ほど現預金があるっていうことが言われてるんですけども、実際にはですね、20億円ほど預金を担保に入れてるんですね。ということは実際使えるお金というのは53億円引く20億円ということで、33億円が実際本当に使えるお金ということになってくるんですが、ここに関してですね、もふもふ不動産が言ってるよりも簡単な見方があるんですよ。売掛金と商品の増額分なんですね。前回の決算から今回の決算にかけてかなり増えてるんですね。いくら増えてたかということになるんですが、
売掛金と商品の増え方の合計がですね、33億円も増えてるということになるんですね。33億円っていう数字がどのぐらいの数字なのかということになるんですが、こちらの会社の10ヶ月分の固定費ですね、これをまあ10で割った部分が、貸倒れ引当金繰入額を引くと大体まあ25億円が1ヶ月にかかる固定費ということになるので、1ヶ月の固定費以上に現金の立て替えが長くなってきてるというか、本来もらえるお金がもらえてこなかったっていうことになるので、もうこの時点でもうショートしてるっていうことになってくるんですね。こっちの方がやばかったということになるんですね。ではなぜ民事再生法を出したか、子会社が今回の場合は民事再生させたみたいな、まあそういう流れになってくるんですけども、これモフモフ不動産でモフさんが言ってたんですけど、本来はこういろいろやってその後で破産に向かっていくって。だけどなんでその破産から行ったのかというか、その民事再生法を出したのかっていうのは理由があるんですね。これ銀行員にずっとこういたら、こういう現象というのはたまに出てくるんですよ。先に民事再生法を出しますよね。そこからこう改善計画を出してスポンサーを探しますよとかって言ってるんですけど、実際これスポンサーがいませんでしたとか、再建計画に対して認められませんでしたみたいなことがあると、そこから破産に向かっていくっていうことになるんですね。この時間を稼ぐためにやるっていうところがあるんですね。もう再建できないって分かってても民事再生法をわざと出して、要は認められませんでしたってことになったらその後破産するから、この間にいろいろこう債務整理をしていくとかですね、例えばその支払わないといけないところを上手にこう整理したりとかですね、従業員を上手に解雇したりとかですね、いろんなソフトランディングするというか、そういうためにまあ時間を稼ぐ、これと資金を調達したりっていうようなところの時間ですよね。ここの部分がタイムラグというのが、こっちの方が実は現実的だったっていうところがあるから、民事再生法をわざと出したというか、そういうことがあるんですね。ましてやこの会社ですね、いろいろその親会社子会社の間で揉め事があるので、いきなりこう破産するっていうことになってくると、子会社の方が不利になってくるし、この資金調達するっていう話になっても、これだけごたごたがある中で調達するっていうところはかなり時間がかかるんですよ。その上売上が大幅に減少してくるから、資金がショートするっていうところが見えてくるので、間を取ってという人はないんですけども、民事再生法を起こすというような、まあ消極策ですね。そういうふうな考え方で、まあ、民事再生法を出したっていうことになると思われるんですね。これ皆さんが見てるニュースで一回あったと思うんですね。これスマートデイズって会社があったじゃないですか。かぼちゃの馬車問題ですね。あれなんかもう絶対もう再建なんかできるわけないんですよ。なんですけども、わざと民事再生法を出して時間を稼いでる間にいろいろ整理してですね、で最終的にも破産に持っていくというか、時間稼ぎをするために民事再生を出すっていうのは一つのこう高等テクニックとしてはあるっていうことになるんですね。3点目のお話なんですけども、内需拡大の重要性と日本の政府の予算と枠組みというか、今後こうなっていくっていうところを勉強しておく必要があると思うんですね。現在の経済対策の背景ってどうなってるのかということになるんですが、アメリカはですね、その300兆円の真水を打ってるんですね。ドルを実際すって入れてるんですよ。それに対して日本はまあ108兆円だったですかね、まあそういう経済対策を補正予算で出しましたみたいなことを言ってるんだけど、実際にはその25兆円ぐらいしかその真水打ってねえじゃねえかみたいなことで、結構その何にもやってくれないみたいなことを言ってる人が多いんですけども、これは長い目で見ると非常に有効な手なのかなというふうに私個人的には思っておりまして、真水を打つってことはハイパーインフレというか、インフレになる可能性というのが高くなってくるっていう、まあ常識で考えたら思われるんですよね。なんですけども、みんながわからないことがあるんですよ。基軸通貨がインフレになったことっていうのは今までないんですよね。これを MMT ってよく言うんですけども、日本で言うと山本太郎さんなんかは MMT をすごくまあ推奨してるような方なんですが、実際に分かんないんですね。分からないことに対してその積極的な手を打つっていうのは国益に反するというか、まあそういう背景があるから、その実際払わないといけないものっていうところを後付けにしてもいいよっていうところで予算を組んでるっていう考え方になってくるんですね。まあ長い目で見ると円高に触れてくるのかなというふうに個人的には思ってるんですね。日本は経済対策と財政出動と財政の健全化っていうその三面作戦を取っていかないといけないというような国なんですね。そんな中で MMT をどんどんやってるアメリカを見習いながら、どういう手を打っていったらいいかっていうところを、これから
から手を打っていくというか、まあ、後出しじゃんけんみたいな形になってきているので、後発の優位性を確保しながら予算を立てるには、減税を含めた例えばその払わないことで50兆円作るとかですね、そういう対策を取るっていうことは健全化を維持しながら内需を拡大することができるっていうことになってくるんですね。なんですけども、経済っていうのは国と国の握り合いなんですね。どっかの国がすごく儲けたということは、どっかの国が基本はその負けてるっていうことになるので、日本の国がその内需を拡大するっていうことはアメリカにとってあまり喜ばれることではないんですね。だから消費税を減税するとアメリカが嫌がるっていう理由はここにあるっていうことになってくるんですね。私も経済の専門家ではないんですけども、個人的にはまあこういった背景がある中で、経済がその新陳代謝するというか、日本の国の企業っていうのは供給過多にあるので、これがまあその新陳代謝してくるっていうことになるから、ここで生き延びれた企業というのは非常に大きなチャンスが出てくるっていうことが伺えるんですね。弊社のお客さんでもですね、実際その東日本大震災が起きた時に、そこで生き延びてる企業の社長さんというのはすごくもう力強い方っていうのがいるんですね。かつそういう人ほどすごくまあ勉強してるっていうところがあるんですね。非常にキャッシュリッチ先なんですけども、そういった社長さんはそういった経験を踏まえているので、今後も関東に進出したりとかですね、積極的な手を打っていってより大きく伸びてくるっていうことがあるので、逆にこの不況をですね、ピンチというか、なんとかチャンスに切り替えていくっていうようないい機会なのかなと。これを機会に勉強し、やはり実践していくっていうのは非常に大事なことなんじゃないかなというふうに思ってるんですね。それと最後の4点目のお話なんですが、以上を踏まえた対策とトレンドということになってくるんですが、市場が小さくなるところで淘汰は進んでくるっていうふうに思うんですね。今回その持続化給付金はその破産費用とよく似てるっていうような話をしたんですけども、アパレル産業にまあ置き換えてみると、日本の服の供給率といいますか、例えばその1000着服を作ってたら実際着てもらえてるというのは 50% くらいなんですね。今回のレナウンみたいな会社というのは非常に増えてくるということが考えられるんですね。実際に半分の会社が倒産すると、供給率というか需給がちゃんと 90% くらいで合ってくるっていうことになってくるので、ここで生き延びると非常に大きく伸びるっていうことが考えられるんですね。ではどういったところに気をつけていけばいいのかというところになるんですが、私は3点あるというふうに思っております。1点目なんですけども、中国に売る、アメリカに売るじゃなくて、輸出に行くんじゃなくって、今のうちに輸入の力というか腕を磨いておくっていうことが大事なのかなというふうに思ってるんですね。それとプロダクトアウトっていうんですけども、例えばこの商品を1万円だったら絶対買うって人がいて、そこからその原価をどういうふうに5000円に抑えるかっていうやり方がマーケットインっていうやり方なんですけども、これはよくこう EC カート販売なんかではよくやる手なんですね。なんですけども、プロダクトアウトっていうんですけども、1万円のものに1万円の利益を乗っけて、例えば2万円で買ってくれる人をどうやってプロデュースするかというか、よく言う、こう価格の信頼性をどうやってつけるかっていうところが今後すごく大事になってくるっていうふうに思うんですね。なんでかというと、メーカーの日本回帰っていう現象が起きてくるからなんですね。今までは日本人っていうのはどんどんこう貧乏になってきてるっていうふうに言われてるので、逆にこう値段が、単価が下がってくる中でどういうふうに、まあ要は利益を組み立てるかっていうことが言われてたんですけども、なるべくこう二極化してくる中で、上の方を、富裕層向けの方をどうやって取るかっていうところが非常に大事になってくるというふうに思われるんですね。アパレルブランドで考えていくと、 H&M とかですね、ザラとかですね、そういったものがボリュームゾーンをバッチリ捉えてるからなんですよ。だから一件一件名簿を集めて、ちゃんとその人に合ったような服を一緒に考えるというかですね、そういう、要はちょっとこう上の方のゾーンを狙っていかないと生きていけないっていうことがあるんですね。3点目なんですけども、データを整備する、名簿を作っていくっていうことが非常に大事になってくるんですね。一点、こう EC カートで物を売るっていうことがアパレルでは非常に流行ってくるというふうに思われるんですが、非常に悩ましい問題があるんですね。それは何かというと、サイズの問題なんですよ。サイズが A さんは例えばこのサイズでいけるんだけど、 B さんはこのサイズでは合わないみたいなことっていうのは常識じゃないですか。ということは、たくさんのその
要はサイズを同じ服でもたくさんのものを作っておかないといけないっていうことがあるので、なるべくこう最初の商品を売るところで、まあ、どういうふうな、まあ、服を買っていただいているのかっていうところのデータをしっかり蓄積して、その中からその人の人物像、一人一人の支持顧客の人物像というところを考えながら、じゃあその人に合ったようなサービスを売っていくというか、要は長く続けていくためにはその信頼関係ですね、物よりことを売るというか、そういうところが付加価値になってくると思うので、地道なそういう作業を起こしていくということが大事になってくると思うんですね。これは服をこう作って売るっていうだけではなくてですね、家とか車なんかもそうだと思うんですけども、今後はなるべくこう日本の中で内需を拡大していくっていうような動きになってくると思うので、一人一人のお客さんの特性というか、そういうところをよくこう掴んでいって、ちゃんとこう顧客維持戦略っていうところをしっかりやっていかないと、その大企業と差別化ができないというか、そういうふうな世の中になってくると思いますので、どういうふうに自分をブランド化していけばいいのかとかですね、例えばどういうふうな自分の売ってる商品をトレンドとして売れていくものなのかどうかというところの相談というか、そういったところは受け付けておりますのでですね、ぜひ一度お声掛けいただけたらというふうに思っております。それでは最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。 M&A で会社を買いたい売りたい、サラリーマンをしていて独立企業副業で稼ぎたい、会社の資金繰りに困っている、銀行からお金を借りたいけどどうしていいかわからない、そういった方はぜひ概要欄に弊社ホームページのリンクを貼っておりますので、お気軽にお問い合わせください。お金の悩みは必ず解決できます。一人で悩まずにまずは弊社にご相談ください。私たち木曽産業が全力でサポートします。